アンダルシアンマウス、ハンティングテリアは、スペインのアンダルシア州原産のテリア犬種である。フォックステリアタイプ犬種の一つでもあり、別名は、ラトネーロボデグエロアンダルース、ペロラトネーロアンダルース、アンダルシアンラット、ハンティングドッグなど。およそ100年ほど前に、イギリスからネズミ退治のために連れて来られたスムース、フォックステリアが、本種の元となっている。これと地元のテリア犬種や、 トイサイズのポデンコアンダルースなどを掛け合わせて作出された。本種はその名の通りネズミを退治するのに使われた。ワイン層や倉庫、主人の家に出たネズミをひたすら退治するが、体力が多くネズミ狩りの能力に長けていたため、徐々に広く使われるようになった。多くが作業犬として飼育されていたためなかなか消毒器として使われず、ケネルクラブに 初めて公認されたのもつい最近である。原産国のスペインケネルクラブで公認されたのは2000年のことで、その後ポツポツと他の国でも公認されるようになった。フシーにはまだ公認されていないが、公認登録への申請は行われている。アンダルシア州以外では滅多に見られない、珍しい犬種である。その容姿は、日本テゲアやアメリカンラットテゲアによく似ている。 頭部のシルエットは三角形で、頭頂部はやや平らである。目は黒々としていて大きい。耳はボタン耳。引き締まった体つきで、足は長い。尾は本来タレオだが、ネズミに噛まれて感染症にかかるのを防ぐため、4分の1の長さに段をする。コートはさらりとしたスムースコートで、毛色は大部分がホワイトで頭部などにブラック、目の上に、 単のマーキングがある。中型犬サイズで、性格は陽気で、有効的だが、勇敢で、狩猟本能が高い。運動量は普通である。ありがとうございます。